よっしゃ、ぞ、こう。第124回玉ラジオということでね。えー、今日はね、あの、群馬、最、最後のラジオということで、いや、群馬から最後ってわけじゃないんだけど、また、えー、8月はね、ずっと熊本で過ごすと、えー、いう感じで、9月の中頃までは熊本になるのでね、えー、まあ、群馬、えー、去る前に、うん、あの、上げていこうよっていうね、夏休みに向けたね、ラジオをね、上げていこうかなと思いますけども。 いやー、暑くなりましたね、ほんとに。いやー、暑いわ、ほんと、コーラがうまい時期になってきた。<laughs> というわけで、今回はですね、またあの、ゼロコーラをあのグビグビといきながらね、やろうかなと思いますけど、あれえっとね、今日のおやつのポテチは。あれはい、えー、きましょう。えー、今回もね、えっと、まあラジオのお供は肩揚げポテト、お寿司味ということで、えー 今回はですね、自分で買ってきました。あの、安かったんだよね。ほんと。なんかね、100円、1 0 0円とかするイメージだったんだけど、なんかスーパーで、なんか78円とかで出てたから、これはと思ってね、飛びついて買ってきましたけどね。まあ今日はこれを共に。行こうかな。よいしょ。よしよし。えー、っとね、夏の時期ですよ。で、夏の時期っておそらくね、方向性に悩む。 時期なんですよね三者面談があったり、いろいろあったりね、するときだから。んで、えー、っとね、そうだな。ごめんね、ちょっとマイクの調子が、毎日。あ、よっしゃ。今回はそんな感じで、いろんな選択肢に悩む人たちへっていうことで、やっていこうかなと思います。本当にね、 難しいことなんだよ人生を選ぶということはねだからうん本当にね簡単には伝えられない正直今からラジオで話すけど20分そこら話すことになるけど伝わる人もいるし伝わらない人もいる それはね、俺が話をした時にいろんな経験をしてるかどうかなんだよいろんな経験をしてると俺の言ってた時の話が共感できるんだよね共感する相手の気持ちを分かるっていうことなんだけどそれってね分かるわけないじゃん心って繋がってないんだから見えないしそれがね分かる共感できるっていうのは似たような経験をしたから その時を思い出してるんだよねそれが共感するということ相手の気持ちを分かるということだから一人暮らしをすると初めて親の、ね、家事の大変さが分かるとか働き出すと働くことって大変なんだって思うって「うちの親はね」って「年収800万ぐらいでさ」って全然稼いでないよねみたいな大使部長にも課長にもなってないけどとかって働き出してもうそれがどんなことなのかよく分かりましたっていうのがあったからねあれ面白かった。 確かにね。高校だよ。進学なんだよ。で、みんなが聞いたことのある、もう、なんていうかな、九州の俺ですら聞いたことあるような全国区の大学を目指してる超進学校の子なんだよね。で、その、やっぱりそれだけ高いレベルのところを目指してるから、超進学校なんだけど、落ちてる。偏差値もすごかったんだけど、落ちたなって。で、浪人をするってなったときに、 それまでね、うちの親って大したことねえなって、逆にたや俺はあの全国区のあの大学を目指してるって、この差ってどうよって思ってたけど、初めて親の凄さが分かったよって。ウェブマはね、浪人するときに家庭の事情が苦しかったりとか、余裕がなかったりとか、うん、そういう子も多いからね、基本的に俺は浪人イコールバイトを勧める。うん、予備校行けないなら、バイトしながらやりなさいって言うんよね、極力。 で、食費ぐらい家に入れるよって。こんな感じで話をしてる。でもそれがね、やってみたらすごい良かったんだって。うん。しかも時給、ね、何百円とかのバイトって。で、周りはね、その高校生であったりとか、専門学校生であったりって。その、 人たたちと比べ俺俺っっててね偏差値の高い俺があってでもね、その人たちの方が仕事が上手だったりするんだって。ねえ、本当にいろんなことを学んだって言ってた。と、親に対してね、料理がうまいって言ったことがなかったんだって。うん、それもやっぱりうまいって感じるようになったっでもやっぱりね、勉強はできるんだけど、うん、やっぱりなかなかあの家事は下手くそなままらしいですね、まだ。絶、ね、賛練習中ということで、頑張りますって言ってたんで、まあ、勉強も頑張れよっては言っとった。うん なんか探求心がやっぱすごいあった感じだったな、そのメールは。でもそうやってね、自分が広がると見えるものってどんどん広がるんだよ。この前も東京出張してきましたけども、ウェブ玉もね、協力をしてくれる人がまたちらほらと出てきて、うん、また打ち合わせをね、してきたりしてきたわけですけども、そのついでにねあの、お仕事関係の人たちとも日程合わせて、いろんな人たちと会ったり話したり、食事したりしてきたんですけれども、うん、その人がね、 言ったんやその今は俺はすごい恵まれとるよっていう話をしたちょっとすいませんでした思いっきりねスマホの、えー、メールが鳴 <laughs> ったわけですけども <laughs> このラジオを撮るきっかけのメールでした俺が待ってたメールが来たっていう感じかな今ね進路について悩んでる いいろんなやつがいる。こいつはもう3年も前から熟成。頑張ってるんだけどまあごめん話を戻そうか幸せであるということは選択が広いことだといろんなことを選べることが幸せであると国連は言ってるんだよって言われたその人にうんってでも俺は選択肢がいっぱいあることで 幸せになりにくくなってる部分もあるよっていう話をしたんだよね。まあ、それでそういう反論をもらったんだけど、うん、まあ、確かになと。その、俺が言ってるのはね、どういうことかっていうとね、二つかな。うん。選択肢が広すぎて、それと、与えられすぎてて、幸せじゃなさそうだって、うん、成功しなさそうだって言う気がするって話をした。例え話で言うと、えっ、ー、とね、 友達の子供、もうねみんな、周りはみんな結婚してますよ、ほんとに。で、友達はね、もう保育園とか小学生とかなってるわけだけど、小学生ってね、ストロー1本入って渡すと、そのストローでめっちゃ遊ぶんよ。保育園児とかね、うん、剣になったりとかさ、シュノーケルみたいになったりとか、こう、覗いたり、双眼鏡みたいになったり。1個の道具を、からいろんな選択肢を生み出せる。でもだんだん、ね、俺らはどっちかというとそういう世代で遊んできたけど、 東京行ってわかる。もう場所がないんだよ。物は溢れてる。だから、喧嘩したりとかさ、転げ回ったりっていうのはできないの。うん。必要以上にパンパンに人が入ってるから、同じ場所だと、ね、に少ない人数があいるわけじゃないから、たくさんの人数がいるから、絶対にそういう人とすれ違う。すれ違うことで、時に、 いろんな問題が起きたり、事件が起きたりとかするわけだしね。うん。ほんでも、例えば、なんだろうな、今の子たちは d s で遊んだりとか、カラオケに行って歌ったりって、与えられてるんだよ、選択肢が。与えられてるせいで、逆に言うと、生み出せなくなってる、生み出す力がなくなってる。だから選択肢が少なくなってるんだろうなって。うん 俺らは同じ1っていう選択肢でもその1個を2個3個に増やしたりそんな力があったというかそうせざるを得なかった選択肢が少なす,すぎてなうんだから俺らはもっとそういう部分を見せていかなきゃいけないのかなと思う一つの選択肢でもいろんな答えがあること自分で生み出せることまさにそうだよなウェブ玉とかタマファームっていうのはああこうだったらいいなああだったらいいなって俺は思うでもそれがない世の中になんでないんだよとか作ってよって 言ったって、ないものはないじゃん。作る人もいないから、今ないわけでその選択肢が、うん。だったら、一番欲しがってるやつが作ったらいいじゃん。だから俺が作らなきゃいけないんだよ。うん。一番自分が欲しがってるのに、なんでそれを人に作ってもらおうとしてんのって。誰が喜ぶのって、一番俺が喜ぶんでしょ。だったら俺が作らないといけないじゃん。だからウェブ玉もやるし、玉ファンもやる。うん、資金はね、どんどん減ってきました。ね、順調に減ってきておりますけれども。 夢が叶う道も見えてきたそれもはっきりとなただもう一つあるんだよ選択肢っていうのはただの道なんだよねそれはこの道を選んだっていうことはとっても重要なことでもどんな道を選ぼうが関係ないんだよ足がない人には 進まななければどの道も関係ない今の子たちが少しだけかわいそうだと思ったのは選択肢が多すぎる部分があるいろんなことができるいろんなことがやれてしまう面白いこともいっぱいあるだから一つに絞って目いっぱいできない俺の時はもう子供の時は野球って、うん、ファミコンなかったしスーファミもなかったしみんなファミスーファミやってる頃にみんなが使わなくなったファミコンを借りてたっていうね <laughs> そんな感じでしたからねうちはだからその それしかかやることなかったんだよ。道もそういろんな大学に行けるよってそれはとっても素晴らしいことでも一つこれだって絞って目いっぱい進まなきゃ絶対にゴールはできないどんな道でも幸せな道はあるでも頑張らなければどんな道に進もうとどんな選択肢を選ぼうと幸せにはなれない大学は道だよ聞いてて分かったでしょそうだって志望大学は道なの 大学合格なんか、その道を選びました。選べましたっていうことなだけな。ゴールしたわけじゃない。だから、俺にメールが来る。先生、この大学選びました。この大学合格するにはどうしたらいいですか、うん、絶対にこの大学に行きたいんです、うん。大学は道だから。何度も言うけど。 夢を語らないって意味がないんだよ。大学は道であり道具だよ、学歴は。そこで学んだ知識はただの武器だよ、道具だよ。それを使って人を喜ばせて初めて価値がある。人を喜ばせなければ何の意味もない。人を傷つけたら、それは行くべきではないよね。だから、どの道を選ぶかなんかどうだっていいんだよ、俺には。お前はどんな夢があってそこに行こうとしてるんだって。そこが一番大事になる。そして、 そそれこそが進む力になるんだよだからすごい大学を選んでもやることなくなりましたとか、うん、何を頑張っていいか分かりません学校を辞めたいですいろんな思いが出る実際そういうメールもいっぱい来るとっても大事なこと忘れないで選んだ道は ただ,のただの道なんだよ。掴んだ何かじゃない、大学は。だから東大に行った教え子もいる。うん。でも道を見失うやつもいる。実際、東大生でね。すごかったよ。うわーって。もうみんなが大活性よ。東大行った合格したって。そして4年後。卒業して。 無職で帰ってきましたって仕事する気がありませんって。もう天と地だよね。もう家族は、周りはやっぱり、うわーってなったのかな、ほんと。だからなんかあんま話さなくなったけどね、そいつが東大行ったとか、うん。その天の過去だけが輝いてる。うちの学校から東大出ましたよとかね、その過去だけが輝いてる。 大事なのは俺はそこからだと思う。そして、俺はね、でもね、その話を聞いたとき、このラジオを聞いてるみんな、うわーって、悲惨やなーって、そうなりたくないなーって、思ってるかもしれない。でも俺はね、逆にそんなに、思ってない。大して悪いことだとは思ってない。なぜか、終わってないから、全然。全く終わってないから。うん。それとは別のやつなんだけど、今仕事をしてないやつがいる。 えっと仕事をしてないわけじゃないかえっとね俺に近いのかな本当。要は会社に所属して言われるままにずっと仕事をしてるっていうのではないタイプのやつがいるそいつはね会社を作りたいって起業したい辞めて会社を飛び出したそれはとてもいいことねそれで今ずっと試行錯誤してるあグねいてるなかなかどんな会社をしたいか見えない部分もあって なかなか思うように進まないから、一旦何かしらの会社に入ろうと思いますって、もうね、元の会社には戻れないから、何かしらの会社就職しようかなと思ってるんですけどっていう話をした、そいつは。うんって、いや、1年ぐらいちょっと遊んでみたらいいんじゃないって、いろんな経験をしたらいいんじゃないしてみたらいいよって、そんな話をした、俺は。そしたらね、1年もですかって。うん 俺は40年、50年、これからさ、死ぬまでか、まあ、定年はどうかわからんけど、もう働けなくなるまで、60、70ぐらいまで、おそらくその道へ進んでいくんだよ。それぐらい大きい夢なんだったら。1、2年ぐらいね、どうだってなるよ。そんなの、回り道でもなんでもない。と、言った。まあ、そいつは信じられないっていう顔だったけど、そいつもあと10年したらわかる。会社を始めて、 いろんなことをやって、なかなかうまくいかない中で、うん、もがき苦しんでたらね、ああ、本当だって、1年でね、いろんなものが得られるなら、それは安いなって、残り30年、40年のね、うん、自分の人生に、仕事にね、すごく生きるなって、全然それでいいわって思う、経験すれば共感できるようになる。 なんかね話がごっちゃごっちゃしてれば <laughs> 聞いてる人も分かりにくいかもしれないけどでもね大事なのはとにかく目いっぱい自分の道をこうだと決めたらその道を全力で進むということが大事それともう一つ今の若い人たちで道がないと迷っていたらそんなことはない道はある道はある自分で生み出せる それは信じてなかったね、あんまり。えって1年間も回り道してちゃんと進めるんですかって1年ぐらい止まりやも何でもないよって言ったけどでももう一つねそのいろんな木を進む上でね大事にしてるのはね1本の道しかないけど23本の道がそこから生えてる状態で1本の道を突き進むことが強さになる。 その時自分で道を作り出せるる力ってとっててとも大事になるんだよ。言ってることがねすっげー分かりにくいと思うあのね道がえっと受験生のために言う,言うと3本あるよってこのまま地元の国立大に行く道もう一つ、えー、東大に行く道浪人が必要だけど険しいけど東大に行く道とあとどうしようか、まあ、適当に受験で手抜いて推薦でその学校から推薦で行きる道3本あるよってうんよし これに決めたって地元国立に決めたって、目いっぱいやるぞって。それはとっても大事なこと。一本の道に決めて、その道に進むのはとっても大事なこと。でもね、こっからなんだよ。じゃあ、地元国立のために目いっぱい頑張ろうって言って、ずっとその道だけ進んでる。その道しか見えない。他の道を作れなかったら、成功するのは難しい。つまり、どういう、俺だったらどんな道を作り出すかっていうと、国立っていう道を作り出したら、今度は、国立にギリギリで受かる。 合格点、合格最低点を狙う道、国立の最高点を狙う道、うん、なんとしてもって。うん、それと、他の滑り止めを狙いながら、そっちを確実に取りながらの国立の道、3本の道が今度は俺の前に出てくる。わかるそうやって自分で道を作り出せることが大事、うん、国立を選んだと。って言っても、国立の道も3本あるからな、この中のどれを選ぼうって。 よし、うん、じゃあ、国立の最高点を狙いに行こうって、そしたら今度またそこから道が分かれていくんや、全体的に取りに行くぞっていう道もあれば、得意な強化に徹底的に絞って、その強化で取りに行く、二次重視なのか、センター重視なのかとかね、そうやって進んだ道の先にまた新しい選択肢がある、そうやってどん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 次の選択肢、次の選択肢って、自分で作っていかなきゃいけないんだよ、それを意識しておいてほしい、なぜか。 それを今から言う。これがとっても大事なことだと思うそして今回ラジオをすることになったそいつに一番ここからの話を聞いてほしいと思ってる夏のお前らに言う夏のお前らは俺の話を共感することができないそうだろうなーっては思うでもそうそうってそうなんよって共感はできない経験したことがないからなほとんどのやつが一つの道を決めて一つの道を進むと 必ず行き詰まるんだよ。この道でよかったのか。この道を進めば本当にうまくいくのか。どんどんやってると不安になる。それがね、頑張ることへのブレーキをかけるんだよ。冬。早い人は秋。秋ならまだいい。取り返せる。冬に来る。この道でよかったのかって。本当にこれでよかったのかなって。一番やらなければいけない冬に、それが来る。 なんでかってね、それでよかったりするんだよ、外から見てる俺は。あそれでいいよって、順調順調じゃんって。いやもう悩んどるうちに、1個でも2個でも努力した方がいいよって、思うんだけど、本人はそう思ってないんだよ。そういう時に、本当に信頼できる人間を持ってるかどうかっていうのが分かれ道になる。あのね、人間は、比べる生き物なんだよ、絶対に。比較をする中で、俺らは生きてる。 俺らが幸せだと感じるのは、昔の自分よりも幸せな状態にあることを幸せだと感じる。わかりやすく言おう当たり前というやつだね。当たり前。だからずっと同じ状態が続いてると、それが当たり前だと思ってしまうんだよ。あったでしょ親が飯を作ってくれることが当たり前だと思っている。とっても感謝すべきことなのに。だから親が飯を作らなくなった途端に、一人暮らしが始まったりとかして、その途端に、 当たり前ではなくなったときに初めて気づくんだよ。母って幸せなことだったんだって。比べる中でしか俺らはそれを認識することができない。日本はとんでもなくいい国だよ。それを言うとね、本当ですかって。なんか先進国の中でも大した国じゃないよって言うやつは多い。行ってみろ、海外に。その人の話でもいいよ。どうせ行けないんだから。これ聞いてるね、中高生だったら海外なんか行けない。あったとし大人でもなかなか行けない。時間がなかったり、お金がなかったり。 海外の人の本を図書館に行って書いてくればいい、動画でも見ればいい、ネットがあるからな、今は。その人たちと比べたら、どんなに俺,が俺らが今幸せなのか、恵まれてるのかよく分かる。俺らは比べる生き物だから、常に選択肢がなければ、道を間違う時がある。本当はとてもいい選択肢であったのに、その良さが見えなくなってる。よよく。 一番多いパターンウェブ玉に来る話でもう大概は事故報告になってしまうんだけど今の会社が嫌で辞めましたって辞めて働かない、うん、自由を最初はすごく喜んだけどうわーってなんで月々の安定した収入がこんな大事だったんだって、ね、初めて気づきましたとか別の会社にもうこんな会社嫌だって言ってこっちの方がはるかにってそっちの会社に進んだら なんで前の会社を辞めてしまったんだって後悔しましたって今の会社辞めようと思いますどうですかって今の会社と前の会社どっちがいいと思いますかってうんそいつらは選択肢を持ってないんだよ比べられないだから道を間違う違った選択肢を選んでしまうでも後から後悔するんだよだから常に選択肢を持つ 選ぶ中で生きることが大事になる選択肢があればね見比べなければいけないから客観的に見るようになるんだよでも選択肢が一つしかなかったら例えばその中で嫌だなって思う部分があったらもうその嫌だなっていう気持ちはどんどん膨れていってしまう大学行って辞めるっていうやつもいっぱいいる高校嫌だって実際教え子に向いた高校が嫌だってとりあえず高校辞める そして後からね、高校行けばよかったって言っとけばよかったってだから定時制に行ってますってねうんあったでもね俺は本当によかったねって思ったようんそれにそんなに悲惨だとも思ってない取り,な取り返しはいくらでも聞くいくらでも聞く本当に聞くやる気があればそしてそのやる気を生み出すのも選択肢が必要なんだよ言ってることが難しいよね今回のラジオは 一つのことに絞って一生懸命やれなければ成功はない。それでも成功するにはいろんな選択肢を持ってなければいけないんだよって。うん。そう、一生懸命やることが大事。一つの道を信じて、やりきらなければいけない。でも、そのやりきるために、他と見比べる選択肢が必要だよっていうことね。わかるかな本当に今日はね、目的があって話してるラジオだから、本当にね、124回の中で一番難しい回になってると思う。 極力、汲み取ってほしい。もう共感しないね。今の受験生でさ、目いっぱい大学流すぞって頑張ってる奴らにはもう何のことかわからない世界かもしれん。汲み取ってほしい。国語の勉強だな。<laughs> 国語の勉強ですよ、まさに。何を言いたいのか。どういうことを伝えたいのか。そして自分にそれがどう生きるのか。俺が話したこの知識も、ただの知識、道具だよ。それを使って自分の人生をどう変えるか。それがとても大事になる。 今日のラジオをするきっかけになったやつはね、実習で悩んでる。どうしてもね、うまくいかない、本気になれない、さっき言ったな、本気にならなければ成功しないよって言った中で、本気になれないんだよ。で、で実習。実習っていうのはね、何かしら、大人になる予行練習みたいなもんなんだけど、実際に行うんだから、幸せにする側になるんだよ、自分たちは。そして、幸せにされる側の人間がいる。だから、失敗したときに相手が不幸になるんだよね。 成功して相手は喜ぶ。だから実習とはいえ給料は発生しないとはいえやってることは本当に素晴らしいことなんだよめっちゃ大事なこととんでもなく大事でねだからやっぱり本気になれないと怒られるしうまくいかないし相手が悲しむそれを見てると自分も苦しい。だからどん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 ね悪い方に悪い方にうまくいかない方にいってしまう そして実はそいつは今実習を休んでる状態なんだと自分には退学やそのまま進む道休学いろんな道があるどの道を選んだ方がいいと思いますかっていうメールが来たまあ言うてぶっちゃけ言うてなもうそいつのメールを読む感じでは俺には退学しますっていうふに読めたんだけどな一応選択肢が3つあってどれがいいですかってどれがいいと思いますかって俺への質問なんだけど見る限りはどう考えても退学しますとしか読めなかった それはそいつが退学という道を選んでそれ以外の選択肢を失ってるからだなと思った実習がねうまくいかない逃げ出したいそれは悪いことではない勉強だったらいいねバカだれって言われる部分ではあるんだよ でも実習はそうじゃない。実習は幸せにする相手の顔を見るからなうまくできなければ相手を不幸にした悲しませた顔を見ることになるだからうまくいかずに頑張れないって一生懸命できない逃げたいってその気持ちはすごく相手の心を感じてるんだから俺は一番素晴らしいと思ってる 相手を悲しませた。だからもう嫌だ、もうやりたくない。相手を喜ばせた、もうやり、もっとしてあげたい、もっと喜ばせたい。どっちも同じ気持ちなんだよ。一番ダメなのは、無関心であることね。んこれやったら、えっ、ー、と、何、その実習合格証書もらえるんでしょうって。国家試験合格したら、その資格もらえて、月々安定してこれだけの給料がもらえるんでしょうって。もう患者を患者として見てない。生徒を生徒として見てない。ただの自分の金儲けの道具。安定の、何、土台としてしか見てない。人を人として見てない。これが一番怖いからね。 今こいつは実習から逃げようとしてる逃げたら何も残らなくなる気がする何にもなくなる気がするそれが怖いとも書い,た書いてあったメールでそこまで分かっててねそれでも逃げたいっていうのはそれだけ相手の気持ちを感じてることだっていうことで,でもあるんだよね、まあ、だからそいつに対して俺はメールを返したんだけど俺はそいつに休学を勧めた休学をしてみなさい 世界が変わるよ。なぜか同じようにね悩んでる人がいるかもしれない浪人生でこれを聞いてる人がいるあと医療看護系でこのラジオを聴いてる人がいる受験生以外でもね受験生の人たちにはこの124回があったことを忘れないでいてほしい迷ったら自分にそんな日が来たらこの回を思い出して聞いてもらいたい なんでかって立ち直る可能性が十分あるからだよ。本人はいたって真剣にもう人生が終わったかのような気持ちになる。それはみんな、本当にたくさんの、リアルの教え子たちもそうだった。もう俺にはって、たかだか18とかね、<laughs> もう中退したら17とかが言うよ。うわって、高校16とかだったかな。うん、高校やめたって、俺はやめるぞってやめた後,後、後悔しました。あーって、終わりましたって、俺の人生終わりですって。まあそんなんないね。 やり直しは聞く、うん、元に戻す元の状態のところまで行くのですら相当大変だよ大変にはなったよでも取り戻せるこいつも大丈夫同じように悩んでるみんなも取り戻せる俺なんかゼロだったから先生やめて貯金は貯金だけあったそれだけうんそれでも今こうして道があるきっとできるもし休学をしたら 選択肢を探しに行くんだよ。比べる。比べに行く。今の自分が本当に、要はな、一つの道しか見えてない。もうこの学校に行く,行くしか見えてない。行く選択肢以外がないから、うわあ、もう嫌だもうこの道嫌だって言って、この道から飛び降りちゃう。飛び降りで気づく。なんで、なんであの道を飛び降りてしまったんだろうって思う。だから、いくつかの道を見てみる。もしこうだったら。 わーあっち大変そうだってええー、あっちもっと大変なのってああじゃあじゃ,じゃあまあ辛いけど今の道も良かったんじゃないかなってそうやって自分の道が実際どうなのかを休学してね見に行ってもらいたいと思ってるこんな大学じゃなかったと大学をもしね迷ってるやつがいたら休学して や、うん、める前にね、とりあえず休め。俺がもし進めるのは、一番簡単なのはね、震災のあった場所にボランティアに行くこと。何より体験できる。あと、海外の本を読んでほしい。そういったいろんな本を読んでほしい。今の自分の置かれた環境が、他と比べてどうなのか、認識ができる。海外の現状の本であったり。あと いろんな人の今の自分を語っている人たちつまりどういうことかっていうとわかるかな今の自分にはそのまま苦しいけど進む道と休学する道と辞める道がある大学を中退した人学歴がないまま職歴もない人中退した人たちとかの話そういうのを本で読む探してそれと乗り越えた人たち 本を読むそうすることで今の道を進んだ場合と今の道をやめた場合を本で読むことで客観的に見ることができるんだよそれとかあと震災とかのボランティアとにかくそうだなそういうボランティアをして人と触れ合ってみればいいなんでも特にそいつに関しては思ったかなそのメールを読んだ時にそいつはね もうう退学ってていう心を決めてたんだよだからもうこの看護学校こう医療関係に対してもう全くやる気がないって相手も喜ばすつもりもないしもうこのままやり直してえっと頑張るつもりも一切ないやる気も一切ないってでもそんなことはないはずあったら何を感じない相手を道具として見てるからだからね実際に人を喜ばすボランティアで相手を喜ばす場所に進んでみてそして 感じてみる相手を喜ばせて自分が何を感じたかそこでもし何も感じなかったら相手を喜ばせて何も感じなかったら俺はもうどの道に進んでも成功はないような気がする楽しいことはないような気がするあまりでもそこに行ったことで相手を喜ばすことはやっぱ好きだそしたらね選択肢を生み出すことができるんだよいろんな選択肢を俺は休学した後復学しようとは一切は思ってないどうだっていいそんなの さっきも言っただろ。ただの道だよ。ただの道。相手を喜ばせればどんな方法でもいい。と俺は思ってる。だから実際にそこを休学して、震災に行って、自分の、震災の場所じゃなくても何でもいいんだけどな。相手,が相手を何かしら喜ばせて、老人ホームでもいいし、一うう日体験とかでな。相手を喜ばせることに対して、自分が何を感じるのかを感じてほしい。まず。そして何かを、あ喜ばせてみたい。やっぱりそういう思いい思が出たら 行動を起ほし,しいんだよあ私料理が好きだから料理で何か喜ばせてみようかなじゃあそういう料理系のバイトでもやってみたらいいじゃん他は何だろうなイラスト関係が好きじゃあイラスト描いて相手を喜ばしてみたらいいじゃんネットもあるから販売もできるよ今はいろんなとこやってみたらいいじゃんいろんなのを体験してもしそこであ料理してたらすごい楽しいってこの道進もうって ねそのまま弟子入りしようって、そこの料理、レストランに。ねそしたらそれでいいし。いろんなとこ行って、うわーって、お前やっぱ超大変だったって。やっぱり、やっぱり医療って大事だなって。そう思ったら休学してるんだから、また戻ればいいじゃん、その学校に。すいませんでしたって。でもいろいろ体験して、やっぱりここ大事だと思いました。ここでやりたいと思いました。よろしくお願いしますって。絶対大丈夫だからね。お前 医療系に住むやつらはみんないい人な。だから怖いし、だから厳しいの。そして医療に一生懸命じゃないやつに対して怒りすら覚えるの。だから厳しいけど、だからこそ相手のために頑張りたいっていうやつは絶対受け入れてくれる。し、他の道が見つかればそれでいいじゃん。大事なのはね、なんであの時飛び降りてしまったんだろうって、この道から。止まらずに。 立ち止まっっててて他の選択肢と見比べてみようってすることもなくなんで飛び出しちゃったんだろうって俺はこいつに言いたいそして同じように迷ってるやつにも言いたいもしもし休めるのなら休んでほしいそして他の選択肢をいろんな方法で感じてほしいんだよ疑似体験してほしい会社でもう嫌だこの会社辞めたいってならなんとかね休みが取れる時にその自分が次に進みたい その場所でバイトしてみたりとか、そういう体験をしてみたりとか、そういう人の本を読んでみたりとか、何かしらを感じてほしい。とか、もしくは、もうこんな会社嫌だって、もうこんな会社出てやるって言うんだったら、収入なくなるんだからとかバイトで、バイトで月3万の生活になるよとかだったら、模擬体験をしてほしいんだよ、月3万ってことは1日1000円でしょ、1日1000円でなんとか暮らしてみよう、光熱費とかいろいろで500円減るから、500円くらいでなんとか生活してみよう、1日って。 そうやって比べるんだよ。人間はね無限の可能性を持ってると言われるそれはそうだと思うそれが要は自分で選択肢を生み出すということだからね選択肢がなくても自分でモリモリ作ればいいんだよ勝手に可能性は無限だよだから選択肢も無限にあるでもね体は1個だから進む道は1本なんだよ絶対に選ばなければいけないんだよどっちの道を行くのかどの道を進むのか選ばなければいけない 選ぶために比べななきゃいけない。けだからね、比べるための道を持ってほしい。休学することで比べることができるんだよ。今はその専門学校の中、大学の中、会社の中にいる、この,このラジオを聞いている悩んでる人はね、もしくは家庭かもしれない。つらいって、この中にずっといたらつらい、つらいって、しんどい、しんどいって。 もうこんなとこ嫌だって。出ようって。で、今度出たら、あなんで出ちゃったんだ、なんで出ちゃったんだ、中にいたらよかったのにって、すごい後悔。今の自分の、何にもない自分なんかも最悪だ、楽しくない、本当に嫌だって。でもね、そうやって後悔して、また専門学校行くでしょ。そしたらね、3割ぐらいかな、会って話をしてるやつの、なんとなくの感覚だと。 うわーって最悪やこの専門学校最悪やってこんな道行きたくなかったもういやー最悪ってうんねこの前ね PT のやつにねいやーって PT になるやつにね来年から PT で働くんだけど PT っていう仕事があるんだよ ET みたいなさ PL みたいなさなんかそんな感じでうんねなそいつがね言ったのがさ いやーってもうね、お金だけを考えたら、50万月々取れるところがあるんですけど、みたいな。人生をやっぱり楽しむためには、うーん、その、ある程度休みとかがしっかりしてるようなところがいいと思うので、まあ、30万ぐらいのところを目指そうかなと思います25万以下とか考えられないみたいなことを言って、言ってて、新卒でね、まあ、それだけの仕事なんだけど、殴り殺そうかと思ったからね、<laughs> くそーと思って、本当に。まあ、うん、あれなんだけどね、そいつも、もう本当教え子なんだけどさ。 でなんか、出るときに、飯奢ってくださいとか言って言うんだよ、は <laughs> あって、久々にちょっとどうやって、財布をこう、あの長財布を引きちぎろうかっていう気持ちになったっていうね、しかもそのお店、ちょっと高かったんだけど、そいつが、ここ行きたいですって言ってから行ったんだけどさ、でも、まあそいつもね、その道しか知らないからなんだよ、25万、お前な、卒業して25万安定でもらえるってね、しかも週休みもしっかりしてて、そんだけもらえるって、大概、ないぞ。 本当にそんんなな仕事なんかでももしその仕事じゃなかったらっていう選択肢を持ってないからそんだけ恵まれた環境でももう絶対25万以下なんか嫌とかって言えるんだよね。むしろ20万、20万いただけるんですかって。でも10万の後半でいいっすみたいな、うん、そんな世界だったのにまあ言うて俺はあの果たして俺は十,十数万もらう価値があるほどの人間なのかっていうことでやめたんだけど。ね まあまあああるる意味幸せなことだよそう思えるのはねでもそうやって選択肢をいくつか持ってほしいなと思ったそしてもしこのままねやめてしまったら何も残りませんかって言われたメールで書いてあったそれはね一切ない全くない人生80年ある中で宝が20年生きてただけでパーになるような人生じゃないよ 取り戻すのが大変な部分はあるよしんどい部分もあるでもね全然終わってないよ始まってすらない道はいっぱいある自分で選択肢を作り出していけばいいそのためにもう選択肢を一本に絞ってはいけない今いる自分のことが見えなくなるえって介護系に進んでるやつが手取り2桁いかないんですかって給料は一応十何万だけど手取りになったら9万何歩ですって 考えられないだろ、東京で。あるんだぞ、熊本。ね公務員になったーって、手取り12万だぞ、お前。市役所職員なんかも。しかもちょっとこう、あやく、ね自己破産しそうになった市町村とかだったりすると、本当に一時期、ボーナスとか一切ないっすよって。もう手取りほぼ一桁ですよって、言ってたけどな。それ後輩なんだけどね、俺の。うん。そんな奴もいたぐらいだぞ。そいつらの話を聞いてたら、え ああ、自分が25万以下嫌とか言ってるのって何なのみたいな。思うようになるなる。本当ね今なら離婚夫婦が多いっていうのもそこだよ。んと。ねえ、旦那の愚痴とか言うんだけどさ、人のとこと話してたら、あ,あ他も、他なんかもっとひどいじゃんとかね。他大変だなーみたいな。話聞いてたら、う、うちはまだまあマシの方かとかって、もう離婚しかないって思ってたのも、まだなんか、なんていうの、人と話すことでね、いろんな選択肢の場合を知ることで、 落ち着いて考えることができたりするんだよ。だから、いろんな選択肢を感じてほしい。迷ったら、他の選択肢であった自分を体験しに行くこと。もしくは本とかで読む。テレビで見てみる。感じてみる。すごく大事なことだよ。何も終わりはしない。そして改めて道を探せばいい。選べばいい。どんな道でもね、幸せな道は必ずある。休学する、こいつにも言いたい。 休学した後ね、復学なんかしなくたっていいんだよ。復学したいなと思ったらすればいいし、もっと他に見つかれば、もっと他のことをやればいい。迷ったら、実際に立ち止まって、自分の持つ選択肢を見比べてみろ。忘れないでほしい。もしこれを聞いてる人が今、その場所にいたら、そいつは何かこのラジオを聞いて感じることができ,ないできるかもしれないけど、おそらく9割方。 悩んでない。今もう目の前に一生懸命進んでると思うだからこのラジオがあったことを思い,思い出してほしい心の底に置いといてほしいどこかにまあ言うてもな秋冬になったらもうそれに悩む時間なんかないからな進むしかないけどね目の前の道を目いっぱい進む以外ないけどでもじゃあ最後に一つこれはね全く別の話なんだけど最近 Web 生塾に会いましたって出会いました子どもの教育についてね子どもに勉強を教えるって塾に行けないんだってやっぱり なかなかね家計は苦しいよ、この,このご時世で。そういう中でね、なんとかだから自分で教えなきゃいけないって、もうみんな周りは塾に行ってるからさ、塾に行けないともう勉強についていけないんだって。でも、そしょうがないから、塾にやれない。だから私が先生になって教えますって。お母さんがね、子供に教えてるんだけど、その途中でね、ウェブ玉を見たんだって、見つけたんだって。そのお母さんはね、高校卒業してないんだそうです。自分が高校生で、 子供ができて途中で高校の道を退いてあの時はなんでしっかり勉強しなかったんだろうって勉強やらなかった自分にすごく後悔をしたうんすごく今でも後悔してるってでもねそのお母さんがだよでもね逆に言うと今あの時勉強してなかったからこそ今があって今ウェブタ玉でね資格を取るために勉強してるんだってでそれがすごく楽しくて嬉しいから その子供と私ともどもお礼を言わせていただきますっていう内容だったんだけど、うん、今の人生で良かったんだって高校やめちゃったけど勉強しなかったけど後悔はしたけどでも今で良かった、うん、そのことでね新しい出会いがあったらしいまたいろんな人ともねそれで今があって今すごく幸せだからあの時目いっぱい勉強していい,い,いとこ っってってなってたら今ほど幸せだったかはわからないから今の道でよかったってあの時頑張らなくてよかった高校やめてよかったってそうなんだっていろんな道がある悩んでいいた立ち止まっていいいろんな道を選んでいい後からね後からあの時こうなってよかったってあの時はね立ち止まってつらかったしんどかったもう 全部投げげ捨てたかったたたかかっっ逃もうどうにもならないと思ったっ思っていいんだよそんなことがあっていいんだよでもねその人みたいにあの時ね立ち止まってよかったって投げ捨ててよかったっこの道を選んでよかったって言えるようになってほしいその人はね今そうやって子供と一生懸命やってるんだよ自分の道をその道をね一生懸命やってるから幸せになるんだよ そううなれるようにしてみよう。みんなできっとできるきっとできるみんなそうだからなそして一生懸命なやついいやつは誰も見せてんみんな応援しようとするだからきっといい出会いもあるだから大丈夫やってみようまずは報告楽しみにしとるよ 本当にいろんな道があるからいろんな道から一つを選んで一生懸命に忘れるなよ今日のラジオがなんかもう聞かなくていいってなればもうそれが一番最高だよでももしもしまた立ち止まることがあったらまたここへ来て自分の進むべき道頑張るべき道一生懸命進みたいと思う何かそれを探しに行ってほしいなと俺は思うわ というわけで、非常に長くなりました。本当にね、高校の授業のような50分のラジオでしたけど、聞いてくれてありがとうな。頑張ろうな。第124回、タバラジオでした。